ございます。ヤマパギ、はい、インドネシアの旅11日目です。このお人形タウタウ像といいます。トラジャの文化では亡くなった方を敬拝する象徴としてタウタウ像が作られ、はいはい、木や竹を掘って遺体が埋められている場所の近くに建てられるそうです。ということで本日はどうしますか。はい、今日もタナトラジャをぐるっと巡ります。はい、では本日も旅行ってみましょう。行きましょう。私たちは、はいはい、生贄になる前は、うん、ストレスなく好きなものを食べてのびのびと暮らしています。こうやって大切にね世話をされています。すごく大切にされてるよね、うん。牛たちが殺されています。いろんな気持ちがちょっとまだ整理つかないけどね、なかなか自分の生活の中でこういうものを見ることはないんで言葉にならないね。言葉にならないです。でも私たちはいつも命をいただいて牛肉も豚肉も食べてるから本当にありがたいなって思いました。誰かがこれをしてるから食べれてんだよね、まあ彼らにとってはこれがね、捧げ物として一緒に連れていくっていう意味があるんだよね。まあ、言葉にならないけどね。でもまあうちらも牛や豚を食べていて、まあ、それは誰かがこうやってやってるからっていうのがあるので、決して別に余興とか楽しみでやってる部分ではないんでね。ただまあ同時に彼らはまあ葬式ならそれを余興のように見てる部分もあるのかななんていうのも思ったけど、まあ、習慣ってすごいなって思うし、まあ、彼らの習慣もリスペクトする部分はもちろんあるんだけど、まあいろいろ考えることもあるよね。ばかりの豚肉いただきます。はい。美味しいんだよね。お葬式行ってきましたけど、はい、どうでした？すごくショッキングでした、うん。もう自然と涙が止まりませんでした。はい、だけど、うん、私たちはいつもスーパーに行けば肉が切られた状態で牛も豚も売っていて、はいはい、でも毎日殺されてるんですよね、うん、その瞬間を見ることがないだけで、はいはい、なので私は殺される瞬間を見て、うん、すごく感じるものがたくさんあって、はい、私たちって本当に大切な命を毎日毎日いただいてるんだなってすごく思ったので、はいはい、今は感謝の気持ちでいっぱいです。そうね、だからまあいろんな感情湧くよね、うん、
まあ彼らにとってこれは伝統だし、そして俺らもこれ食べてるのも事実だし、トラジャ族の、ね、方々はずっとこの伝統が受け継がれてきているので、はい、私は本当にそれをリスペクトしていますし、本当にこれが自然な姿だと思うので、なんかみんなもにこやかだからさ、なんか葬式ってなんだろう、死ってなんだろうっていろいろ考えるよね、そうだね、死ぬためにやっぱり生きてる方たちなので、盛大に本当にお祝いしているのかなっていうふうにも思ったし、悲しいことだけどお祝いしている感じがしました。貴重な体験でしたね。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。バイバイ。さっきまで葬式行ってたんですけど、はい、今度は結婚式に行きます。全然麻薬というかね、渡すって感じだね。はい。お疲れ様でした。Thank you。いや面白かったね。結婚式面白かった。服装の色が全然違うのね。ね。そう、伝統衣装も見られてよかった。伝統の踊りもね見られたので。葬式は黒だけど、結婚式はみんな黄色を着てんだよね。ね。葬式と結婚式1日で出るってなかなかないよ。なかなかないね、なんか不思議な1日です。さてこれからどこ向かってます？はい、パテテモガに向かってます。って何でしょう？はい、標高 2150m にある、あの展望台がある駅で、このトラジャの中心地から車で1時間ぐらい走ったところにあります。じゃあ景観をちょっと見に行きましょうかね。はい、ここで今新しいお墓が作られています。ね、すごい断崖絶壁でね、作っていたのでちょっと覗かせていただきます。大きな岩ですね。ね、すげえところだな。落ちるぞ普通に。Time that I remember it well, just like the photo we keep on the shelf. Oh, we were young. Oh, we were young. Now 10 years have passed and we're still locked in time. I don't take for granted the years that go by. Started with a gaze. Here we remain.めちゃくちゃ幸せそうですよ、牛。ね、とてもおとなしいです。すごくアルビノだから、めっちゃ高級よ。ね、でもその生贄になる前までは、ストレスなく育てられるそうで、好きなものをたくさん食べて。ね、全然警戒心ないもんね。初めてだね、こんなに。すごいな、この人。さて続いて、はい、ランテパオにあるボルマーケットにやってきました。はいはい、こちらには、生贄用の牛や豚がたくさんいます。ちなみに牛は21種類、豚は2種類
います。市が開かれるのは1週間に1度になってます、はい、うん、じゃあちょっと中見てみましょうか、ね、はい、はい、幸せそうだな。なんでこんな人が寄ってっても何もあれしねえの。今はね、ストレスかからないようになってるから生きてるんだよな。めっちゃ見てる。うおこっち側がバッファローね。はい、うん、ノンストレスなんで全然人慣れしてて全然怖がんないんだよね。なかなかこんな牛いないけどね。こんなことなかなかないよね。全然嫌がんないもんね。タッチしても全然嫌がんないし。何が値段が違うかっていうと、立派な角があるので、はい、めちゃくちゃ高いそうです。こんな角見たことない、ね、ない。めっちゃいるわ。すごくね、うん、大切に育てられてるから、うん、人懐っこいし、はいはい、とても可愛いんだけど、はい、この子たちからしたらなんか最後人間に裏切られた気分だよね。あなたはすごい本をしてますね。動画を撮ってるのはオーナーで、オンラインでも買えるっていう風になってたね。高く売れるコツは、はい、喉が長いこと、はい、足が長いこと、はい、角が立派なこと、うん、タコブラクダのようになってる方がいいみたいです。ボル市場行ってきました、うん、牛や豚がたくさんいて、はいはいはい、あ、こういう風に売買されてるんだなっていうのがよく分かりました、まあ、朝の様子見てるからね、うん、ちょっと複雑な部分もありますけどね、はい、気持ちは複雑ですが、はい、トラジャのね様子をお届けできたのかなと思います。はい、さてコーヒー飲みたいと思って来てみたんですけど、はい、カーナトラヤコーヒーさんです。ドリップのコーヒーがちゃんと飲めるんだよねこれ、うん、はい、じゃあちょっと行ってみましょうかね。行ってみましょう。はい、シャでは珍しくペーパーフィルターで入れたトラジャさんのコーヒーですね。やっとフィルター飲めますね。ね、うん、そしてこちらは揚げバナナファームシュガーです、はい、味付け、うん、こちらカプチーノです。めっちゃ美味しそうだし、じゃあいただきましょう。はい、いただきます。めちゃめちゃ美味しい。マジ？すごくね、コーヒーの味はマイルドで、はいはい、飲みやすいし、はい、すごい口当たりがいいフォームと合わさってとっても美味しいカプチーノです。へー、揚げバナナちょっと食べてみます。はい、うん、こんなに美味しい揚げバナナ初めて。すごい揚げたてなのでサクサクしてるし、はい、ファームシュガーがとっても甘くて、はい、美味しいです。持ってない、うん、本当にこれ美味しい。いくらでも食べられます。マジ、もうちょっともう食べれちゃいます。へえ。で、油で揚げてるけど全然しつこくない味で、はいはい、あっさりで、はい、すごい美味しいです。ペーパーのコーヒーいただきます。あ、コクありますね、やっぱりね。酸味も強いんだな、トラジャさんって。美味しいな。トラジャのね、伝統価格のトンコナンの、はいはい、この
可愛いお家をいただきましたすいません、ただコーヒー飲みきただけなのにありがとうございますありがとう Thank you バグナイピー豆もね、ピュアアラビカのトラジャさんの豆も買いました。お店の人みんなめっちゃ気さくでいい感じだよね。ね、素敵なお店です。ぜひトラジャに来た際は訪れてみてくださいですね。はい、はい、今日の夕食です。はい、カフェアラスさんで食べます。今日おしゃれだね、これ食べてみましょうか。 ね、いってきます。はい、じゃあ本日もお疲れ様でした。さて本日の夕食です。カラジャ名物カラマッサンです。こちらがチキンで、こちらがポークです。ただどういう味なのかは全然わかりませんとりあえず名物ってことが分かってるからね。はい、じゃあいただきましょう。いただきます。いただきます。うん、豚肉柔らかいし、はいはい、ソースがあっさりで、うん、すごく美味しいです。なんかメニューには、はいはい、ポークとスペシャルブラックトラジャソースとしか書いてなくって、はいはい、醤油とかとは全然違うんだよね、うん、またソースとかとも全然違うんだけど、はいはい、すごくあっさりしてていくらでも食べられるお味です本当に美味しいのでぜひトラジャに来たら食べてみてくださいいや、大満足の食事でした。とても美味しかったです。ごちそうさまです。ごちそうさまでした。めっちゃ日本のアニメ知ってる人いるんだけど、ジビマロコちゃん、やっぱ悟空ご飯、悟空、そう、本当にあ、ご飯が大好き。何のご飯ね、ベジータ、ベジータベジータ、ベジータ、あ、ベジータだね。ベジータ、うん、ベジータ、ナミフィギュア持ってる。ナミナミ、あ、ワンピースワンピースねあ、you know、ナミ、ロビン、ナミ、ロビン、ナミ、ロビン、ソロ、ビデオ、ルピー、うん、サンジ、サンジ、オーソメファフォリッド、スモゲサンジ、スモキン、いやいやいや、はい、アニメ愛がすごいよね、めっちゃ面白いディシテッドマナナドポネワノヤランバランネレレノテクワンデロケサラケサラウェケサラアロラトテソパトトボキネンテアドマニシベジャケサラケサラウェケサララクセイ。はい、ということで美味しい夕食と、はい、はい、楽しい歌と、はい、楽しい時間を過ごしました。いいですね、楽しかったね。楽しかった。出会いがね、あ、やっぱ旅最高だね。だね、いい時間を過ごしましたね。ね、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで本日も一日タナトラジャ巡ってきましたけども、いかがでしたか。はい、いろいろ考えさせられる一日になりました。今日はいろいろ考えたね。はい、うん、目の前で命が失われる瞬間を見ることは滅多にないので、うん、はいはい、あの本当に貴重な経験をしましたし、うん、毎日の食事に感謝をして生きていこうと思いました。本当ね、いろいろこう違う価値観に触れたりして考えることも多かった一日ですよね。はい、うん、でもまあ同時にね、出会いもいっぱいあってね、本当旅をしてるなという感じがしましたね。はい、はい、さて明日はどうしますか。はい、明日もタナトラジャ周辺を巡ります。はい、ということで引き続きタナトラジャの様子をお伝えできればと思います。ということで本日の動画はここまでにしたいと思います。このチャンネルでは旅の Vlog やシネマチックムービーをアップしていますので、皆さんチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。